お待たせいたしました。鷹取秀一高校より第一声を皆様にお届けいたします。盛大な拍手をお願いいたします。皆さん、おはようございます。いよいよ決戦の朝を迎えました。東京から大変多くの皆様にお集まりをいただきました。まずもって心から感謝を申し上げます。そして大変お忙しい日程の中、同志の高池正明参議院議員、小林選対本部長、また現職の皆川議長さん、わざわざ魚沼から来られました。他にも連日私を支えてくださっている大勢の地方議員の皆さん、同志の皆さんがおられます。私は最初に国政に挑戦して今年で21年目になります。父も母も亡くなりました。そして当時支えてくださった多くの皆さんも奇跡に変えられました。しかしそれでも今日これだけ多くの皆さんにお支えをいただいている、ありがたいことだな、心からそう思います。大変申し訳ないんですが、後ろの皆さんグータッチが間に合いませんでした。気持ちは一つですので、どうか皆さんよろしくお願いいたします。先ほど来話が出ております、今回は比例復活がございません。小選挙区一本勝負であります。逆によしやるぞ、逆に私は気力が湧いてまいりました。私の人生のすべてをかけてこの一戦を戦い抜く決意であります。そして有党公明党の皆さんからも格段のご支援をいただいております。比例は公明党の皆さんにぜひご理解とご協力をお願いをいたします。あまり見えないかもしれないんですが、今日私は勝負ネクタイをしてまいりました。これは私にとって特別なネクタイでございます。恩師安倍晋三先生からいただいたネクタイなんです。正確に言うと安倍先生からうちの息子がいただいて、障害のある息子が福祉作業所で働き始めるという話を聞いて、安倍先生がご自身がなさっていたネクタイを外してうちの息子にくださったネクタイなんです。そのネクタイを今日はちょっとお借りをして、息子からお借りをしてですね、締めてまいりました。政治と金の問題、これは避けて通ることはできません。うちの事務所にも544万円の派閥からの還付金があったということであります。しかし皆さん、この原資は多くの皆さんが誤解されておりますが、何か税金をちょろまかしたという話ではございません。これは 100% 私を応援してくださる純粋な支持者の皆さんが私のパーティー券を買ってくださった、その一部が派閥の指示によって不記載になっていたということであります。544万円1年に平均しますと108万円ほどであります。1ヶ月に平均すると10万円に届かない額であります。職員1人の給料にもなりません。これを事務所の備品を購入するのに充てさせていただいていたということなんです。領収書は全部揃っています。ですからいわゆる使途不明金、裏金ではないんです。そしてうちの事務所は脱税に当たらないということを国税庁にも確認をいたしております。すべて説明ができることなので、私は逃げずに今までも記者会見を開かせていただいて、記者の皆さんの質問が尽きるまで逃げずに1時間すべて正直にお答えをしております。しかし私のような議員も、それから本当に裏金を作って使途不明金がたくさんある議員も中にあります。こういう人は納税をすべきだと私もそう思います。でも私のような議員まで一緒になって全部裏金議員だ、こいつらは落とさなきゃいけない、こういう選挙戦術になっているんであります。どうか皆さん、この厳しい苦しいところをご理解をいただいて、
ぜひともご支援をいただきたいと思います。そしてこれを機に、やはり私にも派閥の慣習とはいえ、それを止めることができなかった大きな責任があると大いに反省をいたしております。これからますます襟を正して、この政治資金の問題はしっかりと透明化をしていかなければなりません。領収書の公開が10年後、これどう考えてもおかしいですよね。こういうところからしっかりと果たして政治に信頼を回復してまいりたいと思います。そしてもう一つ申し上げたいことがあります。皆さん、確かにこれは大事な問題だけれども、この問題だけで12日間の選挙戦終わっていいものでしょうか。政治というのはこの国の将来を語り、そして子どもたちの未来のためにこの地域の希望や夢を語る、そういうことが本来はメインになるべきなんです。そして誰が、あるいはどちらがこの地域に本当に役に立てるのかということを皆さんからご判断をいただきたいと思います。今日は街頭演説会ですから、あまり細かい話はしません。全体的な政策としては、まず私は積極財政ということを訴えております。皆さんの暮らしの安全を守るために必要な国土強靭化、公共事業、これにはしっかりと予算をつけて、これだけ災害が増えている時代であります。そして地域の皆さんに仕事をして、働いて稼いでもらうことは決して悪いことではないんです。それが税収となって国に戻ってくる、こういう強い経済の好循環を作らなければなりません。物価高騰対策、さまざまな補助金がありますが、特に皆さん地方に暮らしていたら車なしでは生活ができません。ガソリンの高騰化というのは地方にとっては本当に厳しい。そして私は自民党の中でこのガソリン税の値下げということを強く訴えております。皆さんに直接25円の減税効果が及ぶということです。ぜひこれは続けて声を上げて実現をしたいと思っています。二礼先生がおっしゃっていただきました医療再編の問題、地域で現場で働いている皆さんの報酬をしっかりと上げていく、処遇改善をしていくということも大事であります。そして3つ目に、行き過ぎた規制改革の見直しをしようじゃありませんか。改革改革といって叫んでいれば、それだけで地方が良くなる、この20年間を振り返ってどうでしょうか。そんなことないでしょう。ぜひですね、行き過ぎた部分はしっかりと見直す。その中で地方に必要な郵便局のネットワークは必ず守ってまいります。祭りは地域の社会の絆であります。この村型社会の良さをぜひとも復活をしていきたいと思っております。地域のことを少しだけ話をします。まず1丁目1番地、私にとりましては常務窓です。上越と魚沼が一つの選挙区になった、この上沼道の整備を一日も早く進めていくこと、そして2つ目は小倉川放水路の整備であります。この上越地域の皆さんを水害から守るためのこの抜本的な放水路の整備は、これも一日も早く着工ができるように取り組んでまいります。直江津沖に新たな資源、燃える氷、メタンハイドレートがございます。これの実業化に向けても取り組んでまいります。そして先ほどの医療再編の問題ですけれども、これはしっかりとですね、皆さんの医療そして福祉が守られる医療体制の持続的な構築をしっかりやってまいります。そして最後に、妙高地区もございます。この笹上ダムの代謝の問題を含めた農業用水、あるいは農林水産業の振興、そして観光業の応援、こういうこともしっかりとやらせていただきます。皆さん本当にありがとうございます。安倍先生が撒いてくださった種の一粒として、これからも精一杯皆さんのために、ふるさとのために働いてまいります。働かせてください。どうか皆様の絶大なるご支持ご支援を高取修一に賜りますことを切にお願いを申し上げ、私の決意表明といたします。ありがとうございました。